霊夢、余ったれてるんじゃねえぞ。お前の力はこんなもんじゃないだろう。はぁ。せっかく手に入れたんだから、レッドゾーンを攻略していくぞー。パート1です。これシリーズ化するんか？需要がある限り動画を作っていきます。そもそもレッドゾーンをクリアできるかも問題だな。この未来ごはんちゃんがいれば無敵っしょ。ということで、レッツプレイレッドゾーン。よし、早速やっていこう。お前、この VS17 号、18号クリアしてないか？ああ、一回何も考えずにクリアしてたわ。まあ、でも今回は未来パで挑戦していくからね。ある意味初挑戦ということで。とりあえず、今回持っていくサポートメモリは何だ？回復優先ということで指定の絆にしておきます。こちらは、自身の HP50% 以下の時、自身の HP が 18% 回復し、1ターンの間、兄弟の絆カテゴリの味方全員のアタックとディフェンス 18% アップ。今回は兄弟の絆カテゴリがいないので、後半の効果は得られないということだな。そうなの。だから回復優先ということなのよな。あとはフレンドさんの選択ですが、未来ご飯をリーダーにしているので、未来編のキャラクターにしたいですね。悩みどころではあるが、普通に未来ご飯でよくね？そうだな。個人的にはカッチカチに硬いキャラクターにしたいから、入れるーと、シーターラー。お前の出番だ、合体ザマス。この合体ザマスは普通に強いからな。最初の4ターンはダメージ軽減率 20% アップ。1ターンの間、さらにダメージ軽減率 20% アップとかやべえ性能してるんだよな。なので合体ザマスと未来ご飯を主軸にして攻略していきます。あ、しまった。登場演出をスキップしてしまっている。やっちまったな。あれがかっこいいのに。まあでも仕方がないから次回に持ち越しとしましょうかね。ふむ、並び順はこれでいいかな。正直ザマスでもいいし、ご飯でもザキラでもいい。二人ともダメージ軽減が入ってるからな。この地属性ご飯ちゃんは、4ターン目以降に HP58% 以上じゃないと変身してくれないから、一旦この場で OK だね。さあ、初っ端の未来ご飯ちゃんはアタック250万。自前の未作ご飯ちゃんだからこんなもんよね。でもこのご飯は攻撃するたびに、さらに記憶プラス1、アタックとディフェンス 20% アップ、最大 100% まで上昇するので、2つを5回当てればマッチックになるわけだ。とりあえず2回目当てたけど、今回はここまでのようだね。さあ、相手の必殺はどれぐらい食らうかな？オーケーオーケー、一旦使ってないでこれなら余裕だな。極限したばかりの地属性ご飯ちゃん、アタック460万、変身前だけどかなり優秀だと思うわ。合体ザマスはアタック470万、まあまあこんなもんでしょう。やはりダメージ軽減が効いているので防御に関してはもう絶対だね。そうだな。この悟空&ベジータっていうほど強くないのよね。ベジブルになってくれれば少しはマシな感じかな。とはいえ有利属性だから3番手に置いておきますか。戦闘はもちろん合体ザマスさんで決まりだ。合体ザマスの安心感は半端ないって。362万、はそこまで火力は上がらないですね。追撃もなしか。せめてもう一発入れて欲しかったぜ。こちら変身前のトランクス軍、アタック175万です。まあこんなもんじゃろう。さてこちら極デジコンビはアタック365万と初っ端は名火力。追撃必殺を期待したいところだが、お、たった追撃必殺来た。でもこれでは倒せないか。惜しかったな。会心ともう一回攻撃が来てたら落とせてたな。そんじゃあここは未来ご飯ちゃんに必殺ぶっ放してもらって次の相手に行こうじゃないか。いろいろ数値は下がってきてはいるものの、まだまだ伸びしろがありますな。ここはそんなに悩むところではないのでは？いや、なんかね、いつも以上に慎重にならないかと思ってね、変にミスってゲームオーバーにはなりたくないのよ。確かに。さりげなく未来ご飯ちゃん4万ダメージ食らってたもんな。ダメージ軽減が切れたかな？
とりあえずこれで18号は KO。 ここでトランクス君が変身します。さて次の相手は17号です。先ほどの18号よりかは若干強くなってるぐらいで、それ以上の変化はございません。なので17号の攻撃のタイミングに気をつけながら戦っていきましょう。やはり合体ザマスで防御する感じになるな。でもこれで4ターン目を迎えるからダメージ軽減はここまでだな。5ターン目以降は宇宙化があるからそれに頼るしかないな。146万まで来たか。攻撃を受けるたびにアタック 25% アップだからな。そしてディフェンスもアップしてるから本当に強い。まあこちらの合体ザマスは関節ぐらいなのでね、無得と比べたら相当強くなってますよ。そしてこちらは自前の無得合体ザマス、アタック443万。これが普通なんだろうな。トランクス君は200万とあまり攻撃力は伸びておりません。本当は変身前に必殺をたくさん打ってステータスを強化しておきたかったな。でもこの追撃しまくるのがいいのでよしとしましょう。そして5ターン目に入り、いよいよフィールド効果が発動できます。これでアクティブスキルが発動可能となります。本当は最終ステージの17号&18号でやりたかったんですが、アイスラス玉系必殺の無効化がついてるので、この未来ご飯のアクティブスキルも無効化されます。なので、今回はこの17号に対してぶっ放したいと思います。演出スキップのオフも完了したのでいつでもいけるぜ。それじゃあエモエモ演出を見てみましょう。必ずお前たちを倒す。ご飯、甘ったるペンじゃねえぞ。お前の力はこんなものじゃないだろ。これを見ると泣いちゃうよ。なんでこんな演出を思いつくの。ドカバと運営って天才なの。さあこのステージをさっさとクリアしちまおうぜ。 BGM も最高なんだぜ。ここもアイテムなしでクリアしてやんぜ。うお、初っ端から必殺かよ。さあ大丈夫だと思っておこう。未来ご飯なら耐えてくれるか。7万、まあまあこれなら OK だぜ。さあ反撃対抗ぜ。相手のダマーアース、追撃しちゃえー。さらにさらに追撃、これで倒せるわ。よし、これで2点目が終わったな。やっとこさ、こちらの未来ご飯が変身しました。こちらに変身すると常時ダメージ 58% 軽減が発動するので、カレーを使っても優秀です。ここの布陣はかなりの鉄壁なんだが、合体ザマスがどうなるかわからないな。それでも有利属性だからアクセスガンガン行こうぜ。さてどうなるかな。おお、とうとう天満を超えてきたか。マジ止めて神様。回心なしでこのダメージ、すげえよ神様。攻撃で800万出てるぜこの神様。そして回心で天満叩き出してるぜ神様。いやー、もうこの神様だけでいいかもな。これでほとんど勝負が決まっているな。あ、これも勝ちましたわ。じゃあとどめはいないご飯にお願いしましょう。あら、意外と火力が足りてない。いや、あの監督合体ザマスが化け物なりに強すぎなんだよな。もうあれでここのステージの勝利が決定づけられたわ。惜しい、あともう少しだったのに。それじゃあ自前の無敵神様に決めてもらいましょう。はい、終わりました。未来ご飯の動画というよりかは最後は合体ザマスの動画になっちまったな。そうだね、なので次の動画では未来ご飯をきちんと活躍させたいと思います。ドカバとのレッドゾーン動画は初めてだったので何か至らないところもあったかと思いますが、優しくアドバイスもらえると嬉しいです。それじゃあ、ここまでにします。バイバイ。バイバイ。